予想おる、うん、ダークオースになりそうな注目のコンビナイトないや、大阪の人たち面白かったよ、大阪の若手三年以内の子たちが、かなりおもろかったあんた、審査員やってるもんね、うん、誰がおもろいかなまあ、みんなむちゃくちゃ面白いけどそろそろまあね、本人らも思ってるやるけどゴツンとオスバルドっていうのが一番やっぱり気持ちいいのかな気持ちいかもね、うん、和牛とかになったらさ一、うん、個だけ心残りやと思うの、ね、よ、和牛の漫才人生においてはね まあ本人気にしてないかもしれないけど、うん、じゃなくてオズワルドにガツンと優勝してほしいかなだから言うてね、うんね、うん、心残りやってるなっていうなんでそんな冷たいねん <laughs> いやで出られへんからね和牛の年に優勝したけどやなお前そうやねん和牛やーってなってたらグリそう,そうあん時の和牛のクソ痛いバカどもが俺のとこにむちゃくちゃ DM にゴミ入れてきたから全員俺残してるからねこれ和牛のファンがなんか和牛のファンのこと言うてる呼び方知ってる ちょっと知ってる方教えてください、牛っ子みたいなやつ違う、牛っ子じゃなかった、モーモー、モーモー軍団、モーモー軍団はじゃモーモーラジオやってるから、和牛はなんか牛っぽい違違うう教えて、文字で見せで見る、考えたほうがええねん、こういうのは考えて、だから牛使ってまうねん、あっ、え、A5 ランクあっ、ぽいな、僕のこと、和牛やから。 お客さんのこと英語ランクねお客さんが最上級っていうので英語ランクなるほどねうーんあ違うわえー、何やったえっとお客さんの顔って意外と舞台見たら分からへんやんちょっと暗かったりするから、うんうん、で和牛のファンやろ、うん、暗いっていう意味から闇牛しちゃうかな、うん、闇牛昭和に黙って売られてたお前牛肉やねからそんなもん <laughs> 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 あ、わわ、ちゃうわ分かった、えっと、っ和牛のファンなわけやろ、うん、ほんで結局和牛っていうのは自分たちはまあ日本の一番いい肉なわけやんか、うん、ファンはだからオージーちゃうオージービーフぐらい食い下がるんゃアルファベットで、うん、オージーーオストラリアのお肉ついな <laughs> これ多分ねゃあ<や>分かっためっちゃシンプルなんじゃない何 シンプル和牛のファンの人をファンたちが何て呼んでるかうん、うん、それはもうほら芸人さんやから、うん、そらねファンに手出したことないやつなんておらへんや絶対芸人だて一回ぐらいは手出してるやん、うんうん、でそういう意味も今から食っちゃうぞ和牛の二人がファンも食っちゃうからなっていう意味でカルビちゃうかな、うん、やめとけよお前 <laughs> カルビによってまた B が軽いからなんか尻軽いみたいにもかかるけどやいやそれはお前だけやろめってたお前一瞬でなそう思っただけやこれね何やってんの僕 和牛が悪いんじゃなくて、この呼び方とかぶっかぶか寒いのよ。なんかファンの人が、じゃあそれは語弊やで、あいつらがつけたかもしれへん。つけてない、絶対つけてない。だからこれファンの人が結局芸人殺すことってあるなと思ったもん。バックバク寒いぞ。わかったのじゃ。分かれへんよ。今俺ハッシュタグトロワク見てんねん。ああります。出たってどうや。教えて、や教えて、なん、なん、なんていう。調べてもらいましょうか。 牛っ子とかじゃないのに近いねんけどなんかもう一番嫌やった牛あっわあー牛女ねうんうんうんひどいね牛女は,和牛は違うって和牛ひどいね違う昔の店物小屋にいたあのお…お客さんねお笑いのやった女の人多いけど、うん、せめてそこさ和牛で牛女はひどいよ牛女は急に世の中に現れて地震などの災害を言い当ててそのままどっか行こうんだんねむっちゃ怖いね下半身牛で。 牛女かなえっと、うん、漢字がちょっと難しいもの牛やねんけど子牛子、うん、こら、えぐいど。な何で子がつくのだから大きい牛は和牛やから私たちは和牛についていく子牛やでっていうのでその牛も難しい、うん、これぼ,ぼ,ぼ,ぼっちゃぼちゃ寒いぞこれだからそれやめろってそれ本人がか考えてるかもしれんそれ。本人があんなおもろいか考えるわけないよ、はい、それ誰が、だって本人なんかいたしはそれ絶対言うてないよ 俺のほうがいかついて、俺だって m 1優勝してから来てくれる人たちのことを何のコンビ名でも関係なく小鳥たちって言ってたからな。<laughs> 一番言いたいやえ何草原におったのあの子 <laughs> <laughs> もう召されて死んでいった者たちがここに来てるんだと。<laughs> 小鳥たちって小鳥たちで呼んでたんや。 これでもしり調べたいなうん、すっきりしましたわありがとうございます芸人さんのファンがつけたファンの総称は調べたいなうんじゃああれかな和牛でこう牛ってかかってるやん牛で和牛で牛でねうん、うん、ガリット中とかやったら何やろうなガリット中の熱心なファンがおるのかガリうんやとしたらガリット中そうやなでもあの人ポン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 ギャグやるやんやるあのだからガ,ガリット中の中は残してんじゃない、うん、だからポンチューとかじゃないいやポンチューの高いなんて赤やなごめん ヒロポンやりまくり放題コンビやけどもんちゅうこと言うねん <laughs> <laughs> じゃポン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 ギャグやあでも熊谷さんってさ <うん S 2> めっちゃ大きい声やけどかむやんか<う>んでそ,まあその人のコンビのファンなわけやから <うん S 2> だからあれちゃうかなそのほんまの,あのバカ女って書いてバカタレって思っちゃうかな <laughs> <laughs> でもやめようもうと悪口になってきたから。